はい、こんにちは。モッピーのアンケートサイトなんですけども、1ポイント、2ポイント、ちまちまやってると、前回動画でお知らせしましたけども、アンケートに答えると2ポイントなんだけども、アンケートに答えた先の会社が、1個のアンケートについてですね、1000円分の Amazon ギフト券をくれるっていうんで、やってみたんですよ。そしたらね、今ね、4件やって4000円分もらってるんですけども、さらにね、次のレビューを書くことによって1000円もらえるんで、5000円もらえるな、これ。やっぱりね、6000円、7000円、多分1万円とかでもいけるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと見てみますよ、これ、レビューを書く。ね、さっきね、ズームを答えたんですよ。で、他にも、スラックね、スラックも答えたんですよ。あ、ここまでだ。だから、1、2、3、4、5、6、7。あと8個答えれます。だから最大やっぱり1万円ですね。1万円ぐらいもらえますよ。あれ?でもまだこっちにもあるな。もしかしたら、なんか、これアンケートに答えるのむちゃくちゃあるんじゃないですか?研修ってのに行ってみましょうか。あ、ないか。最大でね、10個ですね。だから、1万円もらえるってことじゃないですか?ほら、見てください、これ。いつも使っている製品のレビューを投稿すると、Amazon ギフト券1000円分が必ず何度でももらえると。何度でもある。ズームもう一回答えてみましょうか。同じの何回も言ったらどうなんですかね。さすがにダメだと思うんでやらないですけども。注意事項を見るって書いてるでしょ?条件を満たし承認された方にはガイドプレゼントを発送します。おお。6ヶ月以内同一の製品に対するレビュー投稿はプレゼント対象が、あ、やっぱりね。だから6ヶ月経ったらもう一回これクリアいいんだ。美味しいな、これブックマークしとこう。へえ。いや、いいじゃないですか、これ。いや、これやらないとね、損だと思いません?これ私、ちょっと使ってないやつに関しましては答えれないんですけど、まあ中にはね、どっかのレビューを引っ張ってきて自分の言葉に変えて書くやつがいるかもしれませんけども、私はそういうのはしないんで、あとマイクロソフトぐらいは答えれるかな。あとはね、見たことがないサービスなんで、ちょっと私は正直に言って答えられないですから、あと1個だけやってみようかな。これで5000円ゲットということになりますね。いや、これ美味しいじゃないですか。で、前回のね、モッピーの動画もつけときますんで、まあ、そちらも合わせて、この後にご覧ください。速稼塾の久保です。今日もモッピーで稼ぎますよ。今日の案件はね、モッピーでポイントがもらえるのと同時に、Amazon のギフト券が1000円分もらえるんですよ。これはね、アンケートっていう多くの方がまたぐところで、1ポイント、2ポイントを取りに行った挙句見つけたんですよ。ですんでね、これから画面切り替えますからね、行ってみますよ。アンケートで貯めるってあるでしょ?で、上からずーっと見ていくんですけども、この一番上、12月14日に出てきてます。口コミ投稿で Amazon ギフト券1000円分ゲット、IT 製品に関するアンケートということで、回答しました。ね、こういうふうに私回答しましたよ。じゃあこれね、送りますからね、送信。ね。はい。どうですか?ほら。あ、他の製品、サービスのレビュー投稿で、さらに Amazon ギフト券1000円プレゼント。ん?すごいね。答えれば答えるほど、1000円ずつ、どんどんもらえるみたいです。まあ、リミットがあるのかもしれませんけどね。何件までしか答えれませんよ、みたいな。とりあえず1000円ゲットしたんで、次の1000円はまたもらえるってことなんですよ。最低でも2000円もらえるみたいです。どんどん進めていったらもしかしたらこれ1万円とかもらえるかもしれないですね。 Amazon ギフト券、こんないい案件って、なんかアンケート1ポイント2ポイント取りに行ったらあるんですよね。私の言った通りでしょ。だからね、1ポイント2ポイントまたいじゃダメなんですよ。こういうのがありますから。ということで、アディオスアミーゴ。こんにちは、速稼塾の久保です。ポイ活してますか？今日はね、元手が必要なやつをやっていきましょうか。元手が必要ですけども、でもね、これはね、すごく稼ぎやすいなと思っております。ちょっととっつきにくいなって感じる方もいると思いますけども、だからこそ報酬が高いんですよね。でもやってみるとこれ簡単ですよ、簡単なんだけども馴染みがないから難しそうで敬遠しちゃうんですよね。だからね、これ成果条件もすごく緩いんでね、これ書いてある通りにやれば、今日は8500円と6000円、2件やって14500円、いかがでしょうか。これ多分時間にしてね、10分とかだと思いますよ。非常に簡単じゃないかなと思います。
ただやっぱりね、何の案件に申し込んだのか忘れちゃいけないんで、私メモを取りながらねやってるんですけども、メモを取りながらやっていくと、ちょっと時間かかるかな。でもまあ20分かかんないですよね。ちょっと見てみましょうか。案件だけ見てみましょう。で、画面切り替えて案件を見てみますね。モッピーの方でこれ見てください。 SBI っていう風に検索窓で打つじゃないですか。そうするとね、この SBI ソーシャルレンディングっていうのが始まります。これ必要な金額5万です。5万円を、ソーシャルレンディングって言って、お金を貸すんですよね。投資したい人に。貸して、で、利回りもちゃんと入れるんですよ。ちょっとクリックしてみましょうか。利回りも入れますよ。で、獲得条件すごい簡単でしょ、これ。見てください。3行しかないんですよ。新規会員申し込み後、投資家登録及び5万円以上の出資完了。要するに5万円を出資しますよっていうふうにやると、配当もいただけるし、で、8500円をもらえるってことです。で、この米印は初めて使われる方でしょ。で、フォーム入力から45日以内に5万円入れてくださいってことなんで、手元に5万円あればもうできるわけですよ。私5万円はないですけども、今4万1483円あるんで、これ飛び込んでみようかなと思います。ポイントゲットね。これが1件で、もう1個はこれ同じく SBI なんですけども、バーチャルカレンシートレードです。6000円もらえるでしょ。こっちはね、1万円必要なんですけど、5万円ない方はこっちの1万円っていうところ行ってみたらいいと思います。暗号資産、新規1万円以上購入ってことです。だからビットコイン1万円でも買えばいいんじゃないですか。クリックしますよ。これもね、ポイント獲得条件すごくシンプルです。ね、6000円もですよ。で、まずは、新規メールアドレス登録後60日以内で暗号資産、新規1万円以上購入です。通過してありません。決済カウントなし。だからビットコイン1万円買ってほっとけばいいんじゃないですか。もちろんビットコインが暴落したらね、その1万円で損こいちゃうってこともありますけども、6000円までの損だったら許容できるんじゃないですかね。取引を複数回に分けた場合でも、累計の暗号資産新規購入金額が1万円以上であれば正規、成果対象ですよね。だから1万円買えばいいんですよ。イーサリアムと XRP と BTC にそれぞれね、3、4000円ずつ買ってでもいいです。そうですね。で、初めて申し込みされる方って出てますね。 SBI バーチャルカレンシートレード、通貨ペアは問いませんって書いてますね。あとは本人の名義が必要になります。当たり前ですよね。当たり前のことしか書いてないですね。もう以上ですよ。簡単ですね、この2つ。私やりますよ、この2つ。はい、ということでね、暗号通貨ですとか、ソーシャルレンディングって言って、お金を誰かに貸しますよ、みたいなことに、馴染みの薄い方は、ちょっととっつきにくいかもしれませんけども、だからこそ報酬高いんですよ。これ作業むちゃくちゃ簡単です。で、リスクがあるかって言われたら、それはね、ゼロではないですね。ゼロではないけども、まあね、SBI、バーチャルカレンシーですからね、 SBI って冠についてるんで、まあ、その他の会社よりはだいぶ安心じゃないかなと思いますね。まあ、私はこの2つやってみますよ。でやってまたね、皆さんに成果なりをお見せしたいと思います。本当簡単ですね、これはね。じゃあ、いってらっしゃい。はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。私ね、10月の下旬からこのポイントサイトを始めまして、見ていただけていると思いますけども、現在ですね、199,200 ポイント。ですから20万円分がここにストックされています。これ判定中なんで、これから確定に向けていくわけなんですけども、どうでしょうかね、ポイントサイト。モッピーっていうポイントサイトなんですけども、今確定してるポイントが3,804 ポイント。まあ4000円ぐらいですよね。で、下の方に20万が溜まっていると。これがどん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 上のポイントゲットの方に確定されていくわけなんですけども、まあ全部が確定するわけではないですけどもね。まあ話半分としても10万円でしょ？だからこの1ヶ月も経たずに10万円ですよね。特別定額給付金がね、5万円出るのか10万円出るのかっていうふうな話をしてる間に、こうやってしっかりとね、自力で作ることができるんですよね。だからね、私ね、誰かを当てにする。それはあってもいいんですけども、半分では自分でも、できることをやっていけばね、こういうことになるんではないかなと思うんですよ。ですんでね、特別定額給付金が出ないからね、もう諦めるんだっていう方、もちろんそうだと思います。じゃあ諦めたら何するんですかってことなんですよ。私は希望を持ち出しながらも、もしかして出ないこともあるなっ
ていうことで、こういうこともやってるんですよね。で、しかもこのポイントサイトだけやってるわけじゃなくて、複数の収入源を、やっぱりね、作り続けて、そのうちの一つに特別定額給付金も出ればいいなと思ってるわけなんですよね。で、あくまでも特別定額給付金は、自分が欲しいなというよりも、これがあったら助かる人がいるんじゃないかなっていうことで、まあ運動してるわけなんですよね。まあですんでね、まあ自分のためでもあるんですけども、誰かのためっていう考えもあるんですよ。で、今日はね、誰かのためのもう一つ、このポイントサイトってものは誰でも参加できます。で、自分ができそうなものだけ、ポイントをね、ポイントに向かってやっていっても、それは万の単位で報酬ってのはいただけますから、うん、やっていただきたいなと思うんですよね。まあですんでね、今日はポイントサイトの紹介をして、これがいいんですよと。で、ポイントサイトいっぱいありますからね。まあだから、自分でできることをやっていくっていうテーマでずっとね、放送してますけども、まあこういうこともあるんじゃないかなと。少なくとも何かをやろうとしてる人を、こうね、バカにしてみたりとか、足引っ張ってみたりとか、知ったかぶりしてみたりとかではなくってね、やっぱ私たちは応援したり、癒したり、協力するっていう風な、そういう風な前向きなエネルギーも持ってると思いますんで、それを十分活かしていただきたいなと思いますよね。それではですね、14日21時からポイントサイトのズームライブがございますんで、そちらの方でね、ライブ中に稼げちゃうみたいですからね。ちょっと私も参加してみようかと思いますけども、私の弟子のね、シーノキャサールが主催しますんで、ご期待ください。それでは、明日のズームライブでお会いしましょう。